田地か地下は元フリーアナウンサー。宮城県仙台市出身。夫は落語家の林家太平。宮城県第二女子高等学校大学卒業後、リクルートホールディングスに入社。人材開発部採用担当、広報室に勤務した。リクルート退社後は NHKBS の初代スポーツキャスターに就任。J リーグアワー、J リーグダイジェスト、 ワールドカップサッカーなど J リーグ早々期のサッカーキャスターとして活動した。ワールドカップサッカーではドーハの悲劇と呼ばれた一戦をこの試合で NHKBS の解説を務めていた岡田武史と進行した経験を持つ。その後、大橋巨泉事務所に所属し芸能活動を続けた。ちなみに、パジカについていたマネージャーは小倉智明にもついていた人物だったという。 1996年に落語家の林家太平と結婚、主婦業に専念。現在、太平事務所代表。2011年には母校の同窓会、日課会、東京支部総会で代表幹事役を務めた。太平がレギュラー出演している商店の大喜利でたびたび名前が出され、教材としてのイメージで有名だが、太平自身は誰に対しても、 怖いわけではないと述べている。東日本大震災では自身のお父を亡くしたこともあり、太平は宮城県で遺問を兼ねた救援活動を行っている。他に2011年5月8日放送分ありがとうございます。